バーブディレイの方はまずその生のスプリングが入ってるってことで蹴ったり落としたりして遊んで、これは楽しいと思いました。で実際ギターにつないでいくとすごい不思議なエフェクターで、なんか弦音にはエフェクトがかからないのにその面白いエフェクトが後から追っかけてくるみたいな印象で、すごくなんかこう一人二役みたいな気持ちになれて面白かったですね。曲が作れるエフェクターってあるじゃないですか。僕自分のソロとかもやるからまさにそういうエフェクターかなと思ってて、やっぱなんていうんですかね、一つの楽器としてどれだけクリエイティビティをこう想起させるとか引き出されたり感化されるかっていうのが、僕そのエフェクターに限らずどんな機材にも求めてることなので、あこれがあったらこんなことができるかもとかっていう発想がどんどん浮かぶことがあるっていう時点でもう僕の中では素晴らしいエフェクターな感じがしてるんですよね。なんていうんですかね、かゆいところに手が届かないっていうところじゃなくて、そもそもないっていう発想があるじゃないですか、うん、その言語にそもそもかかってないっていうだから言語君の言葉で言うと、まあ一人二役なんですけど、僕は本当にそのそこが一番面白かったところで、ソロでこんな風にできるかもと思ったのはまさにこう臨床、別の人がなんか亡霊がつきまとってくるみたいな感じで追いかけてくる。だからなんかその見た目も相まってなんかすごくこのぐらい怪しいようなエフェクターに感じて、だからそれがあってやっぱ今日のセッションとか暗い曲にしようとまず思ったんですよね。なんかエフェクター何なんだろう、その機能が制限されてることっていうのが逆にこんなことを作る、こんなものができるぞっていう風にイメージされていったので、どちらかというとこれからは多機能なエフェクターがどんどんうわーって出てくるよりかは、なんていうんですかね、多分人って選ぶものが多ければ多いほど無能になってく気がしてそのあらかじめ万能な人が万能な機材を万能に操れるわけじゃないじゃないですか。だからあらかじめその楽器が特化してることとか、俺はこの機能いらないってエフェクターが言ってくれることっていうのはすごく迷いが逆に邪念みたいなものがなくなるんじゃないのかなと思うんですよね。あれもこれもやりたいって僕は思っちゃう方なので、だから逆にいろんなものがイメージできましたね。もう音に関してはさっき言った通りで、でまあそのときとね、過激さもそう、これで関して一番グッときたポイントは、まあ、もちろん音はそうなんですけど、それ以外はノブがでかいとやってるうちにかっこいいよね。そう、足でいじれるじゃん。エフェクターって見た目大事ですよね、やっぱりこう足でこうつまみをグリグリやりながら弾いてたんですけど、それがまた楽しく過激なことがこう人の手借りずにこうただノブを足でいじるだけでできるって一つ楽しかったですね。多分作った人考えてる。それが僕の知ってるチューブスクリーマーよりかはなんか汎用性が高いような気がしていて、よくもあるこのチューブスクリーマーってチューブスクリーマーの音一発じゃないですか。これなんかモードとかが切り替えだから、ここのスイッチとか含めたら組み合わせが結構もう8通りぐらいあるわけじゃないですか。それがすごく自分にとってそのプリアンプに求めてる機能だったりもしたんですよね。やっぱり細かいところまでいろいろいじれるのが嬉しいというよりかは、目に見える分かりやすい形でキャラクターがポンポンポンって変えられるというか、でメモリだとやっぱり僕は億劫だったりして微妙に違うとか迷いが出てきちゃうので、こうやってスイッチがあらかじめ用意されていてキャラを分けてくださいっていうのはすごくやりやすかったです。フルドライブさせた時もなんていうんですかね、潰れるというよりかはてっぺんについたままヒーって言ってるっていう、だから常に羽織りながら何かやってるっていうのとかって、僕自分が大きい音出す時に気持ちよくなったりするタイプなので、そこが多分今回のデモとかだとうまく撮れたんじゃないかなと思ってつまり羽織ってるってことなんですけどヒーって、そこがすごく気持ちよかったかな。で歪みの方はセッションマスターの方はもう JC とかにつないでみて分かったんですけど、まさにアンプって感じで、その開けていくとちゃんとこう
真空管の美味しいところがこうなる感じが出るけど、それをその JC で抑えることもできるから、音量自体をすごくそのいい音量であったかい音が出せるのがすげえ便利だなと思いました。さっきと話とかぶるかもしれないけど、真空管のアンプでこう気持ちいいそのクランチとかてっぺんつく感じのパツッとしたとことか出そうと思うと、結構音量出さないと、自分のアンプでも 50W だけど結構出さないといかないけど、これだったらそのなんていうんだろう、トーンとかをサスティン出るまで上げるとかをこういい音量で操作できるってのは俺自分が一番いいなと思ったポイントで、美味しい音を小さい音で出せるって、それはすごくいいなと思いました。より音に焦点を当てたというか、ドレミよりその音像とか質感とかテクスチャーみたいなものを表現できたらいいなというのがあったんです。で、まあ音の発想はそのディレイリバーブのあのほの暗い感じとか怪しい感じ、再起感と、こっちのセッションマスターの操作性だったり音をまとめてくれる能力とかっていうのを、ドレミのドラマティックさというか、その音像の発展していく様子で表現できたらと思ったので、まあ、音源聞いてもらうと分かるんですけど、多分、いろんな音色が入ってるんですけど、使ってるのは実際問題僕も小林くんのこの2個だけなんですね。でだからそのこの2個あればこれだけのことができるよっていうそのバリエーションみたいなのが入ってるし、もっといろんなこともできるだろうし、ただ短時間でやっぱりそんだけこう作り込めたのって、多分操作性の話だったりとか、この直感的であるってことだったりとか、何よりもこの2つがね優れてる楽器だっていうことだと思うので、それを聞いてもらって手に取ってもらえたらね、そういう日が来たら嬉しいと思います。